マックス松浦さんが以前テレビで小室哲哉さんからの要求がどんどん大きくなり、絶対に譲れない条件を突きつけられて仲間割れしたと言ってましたが、それについて教えてください。印税料金の値上げですか、そもそも、それとも上場を予定していたアイベックスの株をよこせですか。 これは別にさ、これなんかすごい年上の人のように見えるんで、なんか敬語になってしまうんですけれども、印税って言ってもいろいろあるんですよ。プロデュース印税だとかさ、出版印税だとか、原版権をどうするかとかあるんですけど、それについて小室さんサイドが、要するに、もう、全部のことについて、ABS は上場前だったから、で、小室さんの売り上げが多分5、6割、7割ぐらいだったからさ、で、割れちゃったもんだから、お互いが。その時に、向こうの、小室さん側の代表の人がいたのね、有名な人なんだけど、その人が俺たちに突きつけてきた要求っていうのは、こいつら上場するから絶対飲むだろうなと思って来たよ、ガバって。全部ノーっつった。一からやり直そうぜってみんなに言って、仲間にね、その時の全部跳ね返した。だからその時から小室哲哉プロデュースっていうのはうちではグローブしかなくなったんです なぜかグローブだけ残ったね。あとは全部当時は TRF とか瞳とかがなくなって、その時から俺ら自分たちで作ったし、俺その時も ELT 売れてたから、あゆがデビューしたかしないかぐらいじゃないかな 俺がやるしかなかったんで自分でやりました。でもその時は株をよこせとかは言わなかったけど、決断だよね。だってしょうがないじゃん。喧嘩するときはしなきゃさ、喧嘩になんねえだろ。だからしたよってだけ。ですいません、なんか年上の感じで専務みたいで申し訳ございません。なんかさ、いっぱい来ちゃってて、どっからどうすればいいんだかよくわからんなんだけど。ちょちょちょ